戻ってこないわねゼイレはまだ戻ってきていない冗談じゃないわここは私たちの心正確に言うとゼイレの心なのよ 心が映し出してる場所はまだ存在してるのに、その主がいないだなんて、ありえないでしょ。彼女は、すぐここに戻ってくるはずなのに。ゼレ、私たちは一体。ゼーレ私を探してるのあなたは誰、誰私はゼーレだよ。なんで 私がわからないのどうしてこの部屋に入ることができたのまさか、ゼーレがいなくなったのも、あなたの仕業何を言ってるのゼーレ。私。もう一度聞くけど、あなたは誰ゼーレ。 怒ってるのううん。より強い感情を隠すために、怒ってるように見せてるんでしょこの部屋の元の主が消えたことが、そんなに不安なのわ <laughs> かったわ。うさぎの仕業よね。他の人たちは、ここに入る術を持たないもの。違うよ。私がここにいるのは、 部屋の主の許可を得たからなの。はあなた本当に死にたいわけゼーレが許すわけないでしょううん。部屋の主というのは、あなたのことだよ。なんですってまだわからないのここの空間の主は、彼女の心じゃなくて、あなた自身の心だよ。あなたが気づいたから。 私はここに現れた。あなたが私に怒りを抱いたから、その手に武器が現れた。バカなことを言わないでここはゼェーレと私の、私たちのあなたたちじゃない。あなただけだよ。なるほど。その結論を出すのが怖かったんだね。なら、私が代わりに行ってあげる。 黙って。あなたとゼーレは、もうとっくに表裏一体の関係じゃない。黙りなさいあなたたちは、独立した二つの個体。それは、漁師の海にいるという前提条件を必要としない。あなたはもう自由なの、ゼーレ。あなたに祝福をあげるね。黙りなさいってば わかった。あなたには、まだ慣れるための時間が必要なんだね。あなたのデタラメを信じると思ってるの死人はさっさと黙りなさい。ありがとう。は今の私はまだ死んでないけど、人って呼んでもらえて光栄だよ。確かにこれは、最高の賞賛だね。ちゅ ウサギと同じくらい抽象ね。誰が作った幻覚なのかは言われなくてもわかるでも、会話よりもその目で見てもらった方が今の状況を理解できるかもしれない。目を開けて、開放的な世界に戻って、その体で自由を感じて。誰があなたの言うことを聞くと思うの早く消えなさい。 ここでしなくちゃいけない大事な用事があるの。ううん。あなたは必ず目覚める。だって、辺境は、とても寒いから。は何を言って。<laughs> これはどこよ、ここは。 雪に覆われた、敗損さっきあの幻覚は、辺境とか言ってたわね。どこの辺境なのここは、一体何の世界あの転送装置の向こう側なのかしら。まずは、ゼーレとスーサナを見つけないといけないわね。先へと進みましょう。ふ <laughs> この怪物たちは本当にしつこいわね。 全員死になさいあ,あの怪物たちと戦った時の手応えここは本当に独立した世界なのでそれだけじゃない景色音匂いあらゆる感覚がリアルだわ <laughs> あの女の今の実力から考えれば ここまで現実に近い大規模な夢を構築することなんて難しいはずよ。でも、私の力、ゼーレの成功の力は問題なく使えてる。たとえ、たとえ、たとえ私がゼーレを見つけられていなくても。あなたたちは、独立した二つの個体。それは、 漁師の海にいるという前提条件を必要としないあなたはもう自由なのゼーレあなたに祝福をあげるねまさか本当にあいつの言う通りちそんなことが起きるわけないでしょ私が自由の身になってあのか弱いおバカさんの世話なんてしたくないって思っても彼女は 私から、離れられない、わよね。ち、私ったら、何バカなことを考えてるのゼレは今、私がいなくなって、泣きそうになってるはずなのに。本当に仕方ないわね。私が彼女を見つけてあげる。やつが高いわひざまずきなさいそこのお嬢様、待ってくれ 誰が喋ってるの僕だここだよなるほど漁師の海が新たな怪物を生み出したのねま待ってくれ怪物じゃないんだ傷つけないでくれ鏡を見てきたらあなたより怪物らしい存在なんていると思うの信じてくれ今はこんな姿になってしまったけど 昔の僕は君と同じように生きてる人間だったんだよ人間彼は嘘をついてなんかいないわ私たちはみんな人間だったのあなた達たって一体慌てないでくれないか俺たちだってまさかこんなに荒れ果てた辺境の地に来る人間がいるとは思いもしなかったよ俺たちは砂鉄の国の住人なんだ 砂鉄の国ああ初耳かな君はやっぱり外の世界から来たのかい外の世界やっぱりここは世界の泡なのね砂鉄の国の住人はみんなあなた達と同じ姿をしてるのほとんどはそうだけど比較的完全な人もいるわよ完全僕たちと同じように透明だけど体の形や顔がよく見える人達のことさ それでも透明なのよねああ世界の泡立し別にありえないことじゃないわね私を呼び止めたってことは何か用でもあるの手を貸してほしいんだ手を貸すああ外の世界から来たお嬢さん俺たち砂鉄の国の住人は見ての通り人間としての姿を失い存在の証明として 一の光しか残っていない状態なんだその光が消えないように俺たちは月の光を浴びないといけない月の光そうよ一番大きなオアシスト市の上空に沈まない月があるの優しく静かに光を放っているのよ月の光の加護がある限り私たちは消えないし忘れられることもないの つまり月の光を浴びないとその姿をキープできないってことかしら話が早くて助かるしかし残念ながら月の光はこの辺境の地まで届かないんだじゃあどうしてこんな場所に来たのそれはもちろんここが一番先に溶け合う場所だからだよ偉大なる賢者様はここを起点にして 僕たちに新たな命を与えてくれるんだはい <laughs> 今の話は気にしなくていい俺たちはある用事のためにここに来たんだ何かの信仰かしらちっ、めんどくさいわねそうだとしても私が力になれるとは思えないわさすがに月をここに移動させることなんてできないでしょ 急ぎの用があるからもう失礼するわねあ大丈夫実はこの近くに月の岩と呼ばれる特殊な結晶があるのその結晶は白くほのかに輝いてるから月の光と同じ効果を持ってるのよどうって探し物を手伝う暇なんてないのそれも大丈夫だすでに月の岩の場所は分かってるから代わりに少し採集して。 適切なところに置いいいてくれればいいできれば俺たちも自分で採集したいんだが見ての通り自由に使える両手がないあなたが手伝ってくれなかったら私たちはここで消えるのを待つしかないわはあ,あ賢者様 <laughs> はいはい手伝ってあげるわ。 後でどこかのおバカさんに文句を言われたくないものほ本当かいなんて優しい人なのありがたいありがたい尊敬すべきお嬢さんゼーレでいいわではゼーレさん月の岩は光を放つ以外に怪物を吸い寄せるっていう特性も持ってるから 気をつけてくれここの怪物なんてどうってことないわあなた達たこそ飲み込まれないように気をつけなさいゼールさん月の岩はあっちよなるほど少し離れてて レサあとはこの石をあなた達たが暮らしてる場所に置けばいいのよねもちろんついてきて これは…えゼル